タレントのデヴィ夫人73歳が番組収録中に一般女性を平手打ちしたとして女性から被害届を出された問題で被害女性が警視庁に夫人に対して失礼なことを言ったことは確しと話していたことが21日分かった被害届を受理した警視庁正常所が日刊スポーツの取材に答えた番組制作会社の演出で デヴィ夫人を挑発するような発言を依頼されていたかどうかについては不明。正常書は、それ、演出の有無も含めて、番組関係者に事実を確認するとしている。同書は、今後、デヴィ夫人を任意で事情聴取することも検討している。女性にけがはなかった。デヴィ夫人が、モンスター奥様として出演した女性の発言に激怒し。 顔を3回平手打ちした疑いがある。15日の放送では問題部分はカットされた番組収録に同席していたタレント西川綾子42歳が21日関西テレビハピクルの生放送中に当時の様子を明かした西川は自分の前に座っていたデヴィ夫人が女性に平手打ち3発を食らわせたシーンをしっかり目撃していた 西川は、その後の収録は、お葬式みたいになりましたねと、一変した雰囲気を振り返った。デヴィ夫人は、その後、スタジオを退出して戻ってこなかったという。女性が夫人を挑発する演出があったかどうかについては、番組側が操査したとかはないと思うと話した。TBS 広報は、当事者同士のトラブルなので、状況を把握していない。推移を見守りたいとしている。